ナッツ2アレンテージョ地方マップショーイングアレンタジューリージョンヨンオブイッツカレント5サブリージョンズビフォーザインクルージョンオブザリジリアドゥーテージョサブリージョンアレンテージョはポルトガル中南部に位置する地方名前はアレムドゥーテージョに由来するテージョ川により北部と分けられ南部はアルガルベ地方と接する4つの順地域に分けられるアルトゥアレンテージュ バイシュアレンテージュ、セントロアレンテージュ、アレンテージュリトラルである。主要都市は、エボラ、ポルタレグレ、ベージャ、シネスである。地方内には77万6585人の人口があり、面積は2万6000平方キロメートルである。旧来の五分割された地方の一つである。地形学上、田園地帯は随分と変化に富み、開放的な南部の平原から、 北東のスペイン国境に近い河口岸の丘まである。水の供給の必要から、この地方には多くの公共ダムが建設されており、最もよく知られるのはアルクエバダムである。ポルタレグレの東部にいたセルラで三豆で国立公園があり、公園内には中世からわずかな変化しかなかった可愛らしい村々がある。メルトラ近郊の南では、 バーレ・グアディアナ国立公園がある。西部には、シネスの港から下って、サンビセンテまで海岸が続く。穀物生産と豊かな土壌から、ポルトガルでは、パンのバスケットとして知られる地域である。ほんの一部である、主要都市を除くと、農業、牧畜業、木材業が、主な産業である。典型的なチーズ、ワイン、燻製ハムソーセージ。 の数種類がアレンテージョで作られる。チーズでは、ケージョデセルパ、ケージョデエボラ、ケージョデニーザが知られる。ワインでは、ビーニョアレンテージョ、ビーニョドレドンドが知られる。他に、大理石や石炭、オリーブオイルとコルク菓子、また鉱山業は重要な経済活動の一つである。ありがとうございます。